どうもこんにちは、モナモンです。今日はですね、初詣にやってきました。来ているのはですね、砦の長禅寺というお寺です。アクセス的には砦駅の東口から歩いて5分ぐらいの場所にあります。で、車で来る場合はですね、駐車場は見たところなさそうなので、近くのコインパーキングに停める形がいいかなと思います。で、この長禅寺なんですけれども、創建がなんと西暦931年、平将門が建立したことで知られてます。なので平安時代ですね。約1100年近い歴史があるお寺なんですね。で、登り切ると大きな山門が見えてきます。この2階部分は鐘が吊るしてあります。で、山門抜けて正面にあるお堂は県の指定文化財にも登録されてます。で、早速手水舎が見えてきたので手を清めましょう。で、正面左手に歩いていくと、もう一つお堂がありますね。で、ここにお賽銭箱が置いてあるので、ここでお賽銭をしました。で、お賽銭をしたお堂の後ろにはですね、池がありました。白い鯉とかオレンジの大きい鯉とか、あとちっちゃいのは多分金魚かな、たくさん魚が泳いでましたね。このお堂が県指定文化財に登録されているお堂ですね。ここに説明書きが書いてありますね。面白いのが、見た目は2階建ての建物に見えるんですけど、中は3層構造になっていて、その中には計101体の観音像が安置されているそうです。普段は内部の一般公開していないので注意してください。長禅寺に来るとよく思い出すのが、僕が子どもの頃は山門のあの2階にある鐘なんですけど、大晦日はあそこで鐘つきができたんですよ。今もやってるのかちょっと分かんないんですけど、あとは大晦日の夜に来ると甘酒を配ってくれたりしてましたね。ではお参りが終わったので、下りましょうか。この前の岡関と一緒で、ここも茨城百景に登録されてます。で、毎年夏に砦の八坂神社っていう神社で夏祭りがあるんですけど、その時になるとこの通りはいろんな屋台が並びます。金魚すくいだったり、りんご飴だったり。長禅寺の入り口の横にこんなのがありましたね。砦ゆかりの人々、有名なところで言うと小林一茶だったり、正岡子規だったり、高村光太郎だったり、平塚らいてうだったり、いろいろと歴史にも名を残している人が砦にゆかりがあるようですね。で、この一番左上の本田重次っていう人は、砦市の猪野っていうところで亡くなったんですけど、お墓がですね、確か砦のね、大宿ってところにあるんですよね。で、小学校の時に町探検っていうイベントがあって、その時にこの本田重次のお墓は行きましたね。というわけで、今日はここ砦の長禅寺で初詣をしてきたよっていう動画でした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。